はようございます。おはようございます、はい、今日は接着です。あ、そうなの。今日はチェリッタのコンタクトの撮影です。え、チェリッタって何ですか？チェリッタというのはですね、私がプロデュースをさせていただいたコンタクトでございます。あら、かわいいんだよ、すごい。じゃあ、大事な撮影。はい、そうですよ。チェリーポップティーン TV。 うん、これキュー、かわいい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 、うん、かわいい。あ、ちょっと振ってのがかわいいね。かわいいね。全体的に女の子らしい感じなんです。チェリッタはモテそうな女の子。顔少しこっち、はい、はい、なのかのワールドようこそ。カノンです。ちょっとした発表があります。ちょっとした発表があります、はい、今撮影しましたよね。はい、実は9月1日よりのなんと、なんでしょう、なんと裏金教授になります。これ今撮ったやつ、え、そうなんですか。え、今のやつ、え、ロゴも入ります。ポップティーンのロゴも入ります。え、そうなんですか。知らなかった。え、本当に嬉しい。ありがとうございます。なんでこんな静かなの？だってガイさんもずっと小声だから。ありがとうございます。やった。え、でもまだ撮影は続いていいんですよね。ちょっと撮影していきます。着替えます。チャンネル登録よろしくね。あれ、ずいぶんさっきテンションが。スイングした。スイングしちゃった。先にガイさんに音を入れてもらおう。ピッ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 。はい、ということで1色目のコンタクトです。チアリーヌード。今回のチェリッタの私がプロデュースしたコンタクトの中で一番あのナチュラルなものになっています。縁がちょっとふわふわという感じでこうぼかされているんですけど、基本的にブラウンのコンタクトです。これは透明感も出るっていうのもそうなんですけど、やっぱ裸眼だけどチュルンとした瞳になれる、あのほんのり縁を作っている感じなので一番ナチュラルなカラコンだと思います。あとね、茶色の色味もそうなんですけど濃すぎないので、いろんな黒い目の子とか茶色い目の子がつけてもあの一番馴染むコンタクトだと思います。はい、こんな感じです。次、
続いて2つ目のコンタクトです。こちらはメローロゼというカラーなんですけれど、まあ、全部今回 のチェリッタのシリーズはナチュラルなんですけど、これはその中でも甘顔さんになれるというか、ガーリーにも合うピンク色の実はコンタクトになっていて、周りがブラウンなんですけど、黒目の周りっていうんですかにローズカラーと言っているんですけれども、その甘めのピンクが入っているので、すごくガーリーな顔になれます。女の子らしい甘い顔になれちゃいます。はい、こんな感じです。じゃあ超絶甘い顔をお願いします。超絶甘い顔、さくらんぼちょうだい。じゃあ次、はい、いきます。まさかの大人になりました。私かわいい。はい、続いてのコンタクトは、ミミオリーブです。これなんですけど、これはですね、ポップの撮影の時とかもそうなんですけどに一番よくつけているコンタクトで、縁がですね結構細めの縁になっているので、あとね中の色が珍しいんですけどオリーブなんですよ。でちょっとグリーンっぽくなっているので、その透明感がすごく出るんですね。外の光が入った時とか、その自然光だけじゃなくて部屋のライトの光とかでもすごく綺麗に発色するというか、おしゃ顔になれるというか、やっぱ透明感がとにかく出るんですね。だから自然光でも撮ってもらいたいし、この部屋のライトの時とかでもグリーンがすごく綺麗に発色するので、ぜひそれはみんなにも見てもらいたいなと思います。はい、こんな感じです。はい、じゃあ、はい、大人っぽいセリフを一言。大人っぽいセリフだって今回の課題は3つあるんだよね。どういうこと？待って普通にどういうことなんですけど、いやもう知らないもん、そんなの言われても。はい、ギターダンスを始めました。ちょっとね、障害物競争を思い出してしまいましたね、やっぱ今の思い出した、すごいポップティーン TV。 はい、ということでパピーちゃん海外ガール風なんです。もう一人聞きたいから。はい、ということでこれは最後のカットです。はい、ということで今つけているコンタクトはパピーブラウンという色なんですけど、じゃーん。私が海外ガールメイクの時とか、あとでも普段メイクの時も割と使えるんですよね。で今回はですね、これはその縁の部分がぼかし縁になっていて、ニュアンスで茶色いブラウンの縁になっているんですね。で内側のところがオレンジ色の色になっているので、ちょっとオレンジがかった目になるんです。これも縁がしっかりしすぎているとやっぱ強めの印象になってしまうので、まあ、抜け感を出す感じでこうぼかし縁になっています。これは結構カジュアルさんとかも使えるんじゃないかなと思う。はい、こんな感じです。よし、新居ですか？
いやでも本当に嬉しかったし、私コンタクトデビューがポップティーンだったんですよ。なのでそれまでコンタクトをつけたことがなくて、カラコン初心者さんの目線ですごい欲しいカラコンというか、こういうのがあったらいいなっていう思いがすごくあったので、あのプロデュースするっていうことになったからには、カラコン初心者の子でもその私もつけたいなと思ってもらえるようなコンタクトを作りたいなっていう思いでいっぱいになりましたね、その時は。あ、チェリッタの意味はカノといえばサクランボっていうのもあるし、私すごくサクランボが大好きなので、サクランボのチェリーとリタっていうのがスペイン語でその綺麗っていう意味なんですね。なのでチェリーとリタでチェリッタ、造語ですね。あ、苦労したことは結構色味にこだわっていたので、本当にサンプルをそのメーカーさんからこうたくさん出していただいて、その中で、まあ、ブラウン系ならブラウン系でまず4色とか5色に絞ったんですよ。それからまたちょっと白っぽい茶色とか、まあ、ピンクっぽい茶色とか、なんか青みっぽいとか、そういろんなブラウンの中にもあるので、その組み合わせが少しすごく難しかったですね。あの縁の茶色と内側の色 この割合とかもそうだと思うし、物によっては白く出ちゃったりとか、ピンクが強すぎかちゃったりとか、カラコン感が強くなっちゃうものがあったので、ナチュラルで可愛く自然に盛れるっていうのを意識して考えましたね。1年以上かな、こういろいろお話とか打ち合わせとかを重ねてきていたので、いやもう出来上がった時は本当に嬉しくて、あのまずもったいなくて最初つけられなかったんですよ、本当に。っていうぐらい、そのなんだろう、ケースに入ったままそれを見るっていう感じでやってて、本当に自分のメイクがうまくいったなって思った日にそのコンタクトをつけて写真を撮って、やばい、やっぱめちゃくちゃ可愛いっていうのを実感してました。いやこれ難しいんですよ、気分によって変えてる、その日によってこの色を使い分けているんですけど、でも割とそのインスタに載ってる写真でみんなが可愛いなと思ってる写真には、実はチェリッタを仕込んでますって伝えたいですね。本当にもうどれもお気に入りなので一番は決められないんですけど、最近のメイクで一番よく使っているのはミミオリーブですね。私透明感がすごく好きで、自然な目だけど透明感が出るのがやっぱミミオリーブの、オリーブの色がすごく綺麗なので、映えっていう意味でも最近はミミオリーブを一番使ってますね。やっぱりメイクを、やっぱ女の子とかはメイクが好きだったりメイクが苦手な子とかもいると思うんですけど、共通でみんなが思っていることは可愛くなりたいっていうことだと思うんですよ。どう思う？みんなと一緒に可愛くなるアイテムとして、魔法のアイテムというか自信をつけるアイテムみたいな感じで、これから愛されるブランドになってほしいなと思っております。はいはい、ということで密着が終了しました。最後までありがとうございます。今回チェリッタのお話をたくさんさせていただいたんですけど、どうだったでしょうか。みんなもつけてみたいって思ってもらえたら嬉しいなって思ってます。チェリッタの公式のインスタグラムとあとツイッターも今できているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。結構ねすごい可愛いインスタになっているし、あのどのコンタクトがいいかな、どの色がいいかなって迷っている子とかもすごく分かりやすい作りになっていると思うので、ぜひチェックしてみてください。あと概要欄にも貼り付けているのでチェックしてね。はい、ということでカノンでした。バイバイ、またね。じゃあ最後可愛い一言。ちょっと待って、はい、ということでみんなチェリッタをよろしくね。